どうもポッチです。レオです。いつもご視聴ありがとうございます。それでは龍が如くオンライン、今日は奥義の確認していきたいと思います。はい、今日は第8回。はい、そうですね、8回目ですね。8回目はもう出てると思います。はい、火星の構えと回復の構え、はい、もう言いながら笑っちゃった言いながら笑っちゃったけど女性陣が多いですね。華やかでしょ、一人混じってってる、うん、そうだね、一人混ざってる。あ、でも多分これも変えれると思うよ。あ、まだ他にもいるってこと？いるはず。回復でしょ？あ、いるね、結構。いや、あ、うん、回復の構えは こうすれば女性陣だけ。うん、華やかだな、華やかだな、来ましたね。うん、まあまあこんな感じですね。まあまあ奥義のところ見てみましょうか。はい、レベル5まで組めますよ、この構えは。そうだね、ちゃんと組めますね。組めますよ。じゃあ、はい、まずは火星の構え。はい、火星の構えは奥義ポイント15ポイント、はい、で自分のコストを回復します。はい、コスト大切ですね。大切ですね。コストがなければ、まあ、攻撃にもいけないし、まあ、迎撃回復もできないし、できないし、コストは大切です。はい。はい、レベル1、はい、10%、うん、レベル2、13%、うん、レベル3、16%、うん、レベル4、19%、うん、レベル5、22%。 おなので 3% ずつ増えていく感じ。うん、うん、まあ 22% 回復だったらまあまあでかいか。でかいと思います。結構回復するんじゃないかな。1襲撃分ぐらいはいけるんじゃないかな。うん、いけると思うよ。余裕でかどうかわからないけど、うん、もしくは1迎撃回復分ぐらいはいけるのかな。うんうんうん、うん、それがコスト15ポイントでできますよ。まあそうだね。あ、コストじゃないや、奥義ポイント、ね、奥義ポイント15ポイントでできますよ。はいはいはい、はい、ことですね。まあ奥義ポイントは安めだね。うん、15なのでとてもお安い命中の構えよりちょい高ぐらいかな。そう、命中よりは高いよね。命中が10ポイントとかだったじゃん、破格の安さで。あ、命中がそう、10ポイント , 笑いながら言うなよ。命中10ポイントだから、うん、ちょっと高いか、ちょっと高めですけど、うん、でもまあ2番目ぐらいに安いんじゃないかな。そうだね、うん、コストとしてはさ、10ポイントにはかなわないけども。まあそうだね、あれちょっと最安値すぎるから、うん、そうだね。でレベル2までしか打てないですから。そうだね、火星の構え5まで打てますから、ちゃんと打てるから。ええ、5まで組んだら 22% 回復できるからね。できるからね。まあいいんじゃないですか。うん、使うかって言われるといや、まあ今もうさ、長いことね、うん、まあ、竜を始めたばかりの方からしたら、うん、まあ、美味しいと思いますよ。コストマグナ、そう、そんなにまだいっぱいなかったりとかすると、やっぱり、うん、なかなか回復ができないからね。そうだね。で、あと、なんだろう、あの低ランク帯というのかな、うん、始めたての時の連合のドンパチやってると、うん、比較的時間が長引く、長期戦になることが多いと思うので、うん、15分間フルに戦うみたいなことも多いと思うので、うん、そういう時には、まあ、使えるところはあるんじゃないかなっていう気はするけどね。うん、あると思います。うん、本当にガブ飲みになっていくと思うから。そうだね、僕らもやっぱり B ランク C ランク帯とかやってる時はガブ飲みだったもんね。ガブガブ飲んで、なんかなあ、もうな、は8本じゃないけど5本くらい飲んだわとか。そう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 、あのコストドリンク、そう、お腹タポタポじゃねみたいなことよく言いながらやってた覚えがあるので、それをね、まあちょっとこう奥義ポイントで賄えるっていうのは、うん、まあ悪いものではない。俺はお腹タポタポじゃないぜ。そう、なぜなら火星の構えがあるからなって言える。まあ言える、うん、まあ、言えるかなまあ言える、まあ言えるだろうな。そのための奥義ですからね。そう、そんな感じの奥義ですね。ええ、
はい。じゃあ次。じゃあ次。はい。回復の構え。はい。回復の構えは、20ポイント。はい、うん。で、襲撃部隊を復活して、体力を回復、何パーセントか回復する。はい。です。はい。レベル1。うん。なんと、40%。うん、おお、結構回復するね。レベル2、55%。おお、すげえ。レベル3、70%。うん。レベル4、85%。おお。レベル5、100%。あ、もう、ご機嫌じゃん。完全復活じゃん。レベル5まで組んだらもう完全復活ね。完全復活ですね。だ普段だったら、時間回復。うん。もしくは、あれですね、即時で回復しようと思うと、まあその襲撃のコスト分全部取られるわけだよね。そう、コストがかかってしまう。けどそれが、それが、なんと奥義ポイント20で。奥義ポイント20を使えば、レベル5を組んでいたやら 100% まで、そうだね。一気に回復もできます。なるほど。おいしい。まあまあ、でもこれも活性の構えと一緒よな。うん。そのコストドリンクだったりとか、うん、っていうのが厳しいなってなったら、まあ必要なところなのかなっていう気は、うん、そうですね。そうですね。まあこれもだから本当に長期化する時だったりとか、まあでも長期化してたら時間回復したりはするのかもしれないけど、うん、まあとはいえって感じだね、うん、ただまあこの2つやっぱりまあそうは言うてはいるものの、うん、活性の構えと回復の構え、うん、まあコスト回りだったりするので、うん、まあイベントとかその竜王いつも楽しく遊んでるよっていう人、イベントも含めてね、うんうん、遊んでるよっていう人は、結構回ってますよっていう、まあコストドリンクは結構な量集まってくるはずかな、はずかなって思うので、そうなってくるとちょっと最近は使わないかな、まあ、コストでいっかっていう、うん、こともあったり、あとやっぱりそれこそ SA ランク帯とか、まあ、B もそうだったりすると思うんだけど、うん、まあ、15分間フルに戦わないよっていうところだと、うん、まあ、1ドンパチあたり1本飲むっけ2本飲むっけみたいな世界になってくると思うので、うん、あのコストの50の方ね、うん、50% の方ね、うん、そのぐらいのレベルかなっていう感があるので、まあ、あとそうだね、自分でというか、イベント回ってコスト の元の数値を上げてればやっぱそれだけ飲む本数も減ってくしね、減ってくし、うん、まあでもそれはそこに行くまではちょっとやっぱり飲むのは増えちゃうよね、うん、そうだね、うん、ドリンクを、まあ、あとは逆に言うと増えてく分だけその元の値が増える分だけ活性とかで言ったら割合で回復する量が増えるから、うん、まあそれはそれでっていうのがあるけど、うん、まあまあぶっちゃけた話するとそんな使わないんじゃないですかっていう奥義ではあるけどね、奥義的にはそうかな、まあもっと他にも優先すべき奥義はあったりするんじゃないかなっていうのはありますが、うんうん、ありますが、じゃあ、はい、それぞれちょっとどんな方がいるか見てみましょう、見てみましょうか。まあまあまずですね、あれですよ、この活性側ね、うん、こっちね、活性結構いるんですよ、結構、ムナンチョとかもそうだし、うん、あとゆりちゃんね、うんうん、回復ゆりちゃんとか、あ、そっか、ムナンチョはまだ、うん、あれか、開眼してないのか、してないから、あ、まあ、活性ですね。で、まあムナンチョはまあどっちかというとドンパチというよりもまあこのリーダースキルとかはうん、とってもね割と有能だったり、うん、やっぱり究極闘技だったりとかで使うかな、うん、ムナンチョはね、そうだね、まあ BS とかね、うん、あとバトルスキルとか、まあヒートアクションもそうだけど、でも普通にドンパチでもそう、意外とね、うん、意外と有能ですよ。で、まああとはやっぱりこれは普通にドンパチでも使えるし、うん、まあ奥義の部分は別としてもって思うのはあれですよ、この、うん、ね、トウコさん東でトウコさん綺麗ね、うん、ここに関してはやっぱり強いんじゃないかな、うんうん、とも思うし、あとはあれですね、この方しぶきさんね、しぶきさん
この人はもう本当にやっぱりこの好き、あ、俺なんかちょっと継承させてもらって俺も使ってたからね。やっぱこのボス襲撃が開眼するととんでもなく強いので、うん、そうですね、うん、これは使う方も多いのではっていう気がします。で、あとやっぱり思い入れ枠、まあ、思い入れ枠、これはもうみんな思い入れがあるのではっていう、はず、思い入れがある割にはレベル60だわ。僕はだからこれ取る頃にはもう終わってたんですよ、この時代が。そっか、これもう映画を咲き誇ったんじゃないかっていう、この回避率めちゃめちゃ上げる、ね、ヒラヒラティッシャーさんっていうのはね、やっぱりドンパチのかつての英雄じゃないですか、ね、女王というか。あの方もいるのね、バキの。そうですね、バキの花山さん、あの配布できた花山さんね。そうね、もういますね、まあ、この配布の花山さん、まあ、あの、まあ配布だねっていう感じなのでまあみんなね、これ活性の構えだった瞬間に、あの時期ってもうさ、そういう頃でもなかったから、うんうん、そうね、活性なんだっていう驚きはあった方はたくさんいたんではっていう、うん、ゆりちゃんは海岸で多分変わるない、ゆりちゃんはそうだね、うん、あ、ゆりちゃん変わらない、変わらないのか、うん、あ、このゆりちゃん、そっか、このゆりちゃんは変わらないのか、そうですね、まあ、こんな感じですね。まああとみそらとかもそうだしね、うん、まあ、みそらも海岸するとね、あ、これも変わんねえのか、うん、結構か、うん、まあなんか性はそのままの人が多いね、多いですね、変わらず、ええ、まあ、こんなた方たちって感じだね、うん、あとは一時期はこの方も結構いたんじゃないかな、うん、ドンパチで、クロックさんはね、いたね、うん、回復されてうざいなって思った人も結構いるのではっていう、うん、でも比較的手に入れやすいキャラクターが多いと思う、うん、花山さん以外、うんうん、まあ、大体出てくるんじゃないかなっていう。 あと品田は取れないね、もうね。あ、これは取れないよ。うん、これは割とこれもう持ってるのは、まあ、昔から遊んでる方じゃないと、うん、取れないかなっていう気がするけど、うん、まあそんなところですかね。はい、はい、じゃあ次回復ですね。正宗も活性だった。正宗も活性ですね。なかなかに。次回復か。回復ですね。違う、あ、間違えちゃった、ちょっと待ってね、ごめんね、うん、操作ミス出た。回復、回復、回復は、はい、こちらですね。まあ何より一番最初はやっぱりはるかちゃんじゃないですか。これ竜を始めた瞬間に大体みんなゲットは、みんな出迎えてくれる、一はるかはゲットしているという、うん、キャラクター可愛いよね。でもまあそうだね、で100にしやすいから、まあドンパチでは一番最初にまあ入れがちというか入れやすいんじゃないかな、うん、で、あとはまあこの千代里ちゃん、千代里ちゃんも可愛い、そうだね、回復の構えだけっていう状態ですし、うん、まあ、ゆうこさんは、ゆうこさんは違う、ね、とこでよく見るな、これね、一個ね、面白いことがあるんですよ、俺これやってて一個発見したんです、改めて見たときに、改めてちょっと回復の構えをこう並べてみたときに、まあ、基本的にやっぱりこう温和な方というかさ、うん、まあ、なんか女神系が多いじゃないですか。そうだね、優しい方がやっぱりこの回復の構えにいるね、いるじゃないですか。これね、見て、まずこれ回復の構えなんです、うんうんうん、海岸ってあるじゃないですか、あ、変わる、海岸するなんとね、活性の構えになるっていう、僕回復の女神としか言いようがない。回復の女神だな、やっぱ花花しょってるしね、そう、花を愛しているから、どちらでもいいよっていう、どちらにつけても回復するよっていう、優しい、もうね、今怠慢でやはりね、もうとんでもないことになってますけど封印させるだけじゃないと、そうだね、もうひたすらね、あの手榴弾持った虎の意を借りてね。ね、封印だけじゃないだけじゃないと。本当はこんなに優しいんだぞ。本当は私は慈愛に満ちているっていうのを全面に押し出された。まあ、一時期みんな、まあちょっと優子さんは、もう見たくないと思う。もうそう、某名字の代わりね。怠慢の方ではね、もうとんでもない、希代の魔女として、まあ今もいらっしゃると思いますけど、いらっしゃる、いらっしゃる。たくさんね。うん、
ですが、こんなに優しい方だったんだね。友達において、奥義においてはもう目が。でも前まではさ、そのスキルの方、はい、スキルの方でさ、自分だけしか回復しなかったじゃなかったっけ、海岸前。状態異常の味方優先で4体の状態異常回復と自身のヒットポイントを回復、ね、自分で、あと海岸してみんな回復してくれるようだったんでね。低い味方2体2体だけど、そうだから水を自分に浴びせるのではなく周りにこうシャッて、ね、回復させるっていうことができるようになってきたわけですけど、まあなかなかね、海岸によって自分だけじゃなく、ええ、他人も回復できるようになったと、ええと思ったら急に封印になっちゃったと。封印になったし、ただドンパチの奥義はもうとにかく回復、回復だ。結構これは面白い発見でした。僕はなんかこれふっと見た時に、こう2つ見た時にさ、ゆうこさん2回出てきてさ、俺でもちょっと面白かったの、これ海岸させたんやと思って。そうだね、海岸させたんだねと思って、俺も自分でも覚えてなくて、うん、いつの間にか、そうそうそう、ちょっとあれどっちにもゆうこさんおるって思って海岸させてみようと思ったんだね。そう、びっくりしたのがあれでしたけど、あのーちゃんも回復なんだね。回復ですね。まあ結構、であとやっぱりゆりちゃんは回復とか活性とかそんな感じですね、うんうんうん、SR にしても SSR にしても、はい、そうだね、うん、なんか面白かったです。まあいや本当にね、なんか改めて並べてみるとそうだね、こう新たな発見がありますね。新たな発見があります。面白い、うん、意外と別の分野で一線で活躍してる方もいらっしゃったりする。いや本当にね多い、でも結構面白いなって思ってます。ここにいる今並んでいる方々は結構今タイマンで活躍している方が多いんじゃないかな。そうだね、タイマンだったり、あと究極闘技だったり、そう究極闘技タイマンだから、うん、そこら辺で活躍してる方が多い。であと千織ちゃんも別にドンパチでもその闘技以外のことで考えたとしても強かったりするので、うん、あの BS とかすごく強かったりとかね、うんしてるので、結構面白いメンツが、うん、揃ってます。揃ってますね。いや面白かった。こうやって改めて確認してみると本当面白いね。ええ、そうですね。本当に、なんでもなんとかしてあげてほしいけどね。まあ海岸結構でもしちゃってる人が多いから、まあそうだね、さらに極み海岸みたいなのが、極み海岸、うん、まあ一番最初に拾ってあげてほしいのは鷲崎だけど、そあまあでもそんな感じですかね、うん、ええ、非常にそうだね、面白かったですね。面白かった。はい、じゃあこんな感じで、はい、今日は活性の構えと回復の構えの確認でした。はいはい、そんなんでこれだわ。え、俺切らないよ、これはカットしないよ。私がカットすんだよ。ダメだ、させないよ。させないよ。そんな絶対させないよ。頼むぜ。ちゃんと締めるから。はい。それでは、今回はここまで。最後までご視聴いただき、ありがとうございます。コメント、チャンネル登録していただけると嬉しいです。では、次の動画でお会いしましょう。またねー。バイバーイ。